全国トップクラスの学力を誇る福井の子どもたち。子どもたちが生き生きとした学校生活を送り、心豊かに成長していくためには、学校だけでなく家庭や地域が進んで関わりを持つことがとても大切なことです。今回の生き生き情報福井では、家庭や地域と連携した小中学校の取り組みをご紹介します。現在市では、学校、地域、保護者が一体となって子どもたちの教育について考え、行動しようとする地域に生きる学校づくりを推進しています。特に10月から11月にかけて市内の全小中学校で設けられる教育ウィークでは、地域や保護者と共同した取り組みや授業など教育活動の公開を行っています。清明小学校にやってきました。こちらでは教育ウィークに合わせて保護者の授業参観や親子で学ぶ講座や学級活動を行っているそうです。どんな様子なのか覗いてみましょう。10月25日清明小学校では人形劇師鈴木浩一氏を招き、親子で学ぶ道徳講座人形劇ゴンの夢が催されました。まだ見たことのない世界に行って、親子で一緒に人形劇を鑑賞し、心の交流を図ることを目的に行われたこの人形劇。劇では、夢や目標を持つことの大切さ、生きることの喜び、親子の絆などについて触れられ、児童はもちろん参加した保護者から大きな関心が寄せられていました。みんな、一つだけ聞いていいか？みんなに大切な人っているか？いるのか？ありがとうって言えるか？おっ母にお礼を言う。みんながオラのことをかわいいって言ってくれた。ほら、生きてていいんだもんな。だから生まれてきてよかったんだよな。おっか、産んでくれてありがとう。みんなに夢はあるか？あるの？だからもう一つの夢が今できた。サルキチや、あの魔法使い、お礼を言いたい、ありがとうが言いたい。そして村の人たちのためにたくさん力を使ってみんなの役に立ちたい。みんなありがとう。ほら、みんなのことを忘れないからな。ゴンちゃん、サルキチ、劇を見てこういうとこ共感できたなっていう部分はありましたか？そうですね、やっぱり特に何ですか、お母さんっていうところがね、やっぱり難しい内容はなくて、本当にその単純にね、すごくこの引きつけられるものがありましてね、やっぱりその、子供と親っていうね、特にお母さんっていうところをね、すごくなんか、大事やっていうことを本当に感じさせてもらいましたね。そういうところにすごいインパクトを感じましたね。はい、今回の人形劇を見てどうでしたか？ゴンが夢を追いかけるということで頑張っているところを見て感動しました。今日習ったことをこれからも生かしていきます。夢を持つことは 大切なことだと思ったので、僕も夢を持ちたいと思います。夢を追いかけるということはいいことと分かったので、僕も追っかけたいと思いました。人形劇を見てどんな風に思いましたか？もっと友達を大切にしようと思いました。もっと友達を大切にしてみんなと仲良く
していこうと思います。人形劇を披露してくださった鈴木浩一さんです。今回の劇を通してどういったことを伝えたいと思っていたんですか？はい、子どもたちってこの自分の表現の仕方っていうのを確立してないじゃないですか。で、人形劇っていうのは僕の表現ですけども、このいろんなキャラクターでの表現方法があって、その表現を学んでほしいなと思って、まずはで多分この国語を今学んでるところだと思うんですけど、自分の言いたいことを言葉にして出す、でそれが相手に伝わる、それでこの孤独感がなくなっていくという、みんながつながっていくのはやっぱり言葉でつながっていくので、その言葉を大事にしてほしいなという思いで今日は人形劇をしてみました。でたった一人でもこの周りに友達がいれば、仲間がいれば、必ず辛いことは解消されて、で次のステップに踏めていくんだよと、で周りが助けてくれたら自分の夢も叶っていくんだよということを人形劇を通して伝えたかったんですよ。それを今日やってみました。今回の劇は子どもたちとのやり取りのある形式でしたけど、うん、それの反応としてはどうでしたか？もうね、びっくりしましたね。この清明小学校さんの子どもたちの素直さってちょっととてつもなくすごくて、その一言言葉を発しただけでみんなが答えてくれるじゃないですか。でその素直さっていうのはなかなかこの出てこないものなんですね。で今回このゴンちゃんという鬼の人形を使いましたけど、肌の色が違って角があって、でちょっと歯が2本しか出ていないという、で見た目はちょっとあれ気持ち悪いなって思うところもあるんですけど、子どもたちは素直に、もちろん気持ち悪いっていう声もありましたけど、可愛いと言ったんですね。ありました、その声もありましたよね。その可愛いっていう声にみんながまた反応して、うん、そうそう可愛い可愛い可愛いってなっていった。その子どもたちの反応が本当にこのまっすぐで、でゴンもそれにこの盛り上がってやり取りをしているうちに、子どもたちから勇気をもらい、ゴンちゃんも元気をもらい、で僕も人形の動かす手に力も入り、だから今回一体感になったおかげで、あの人形劇が成り立ったんだなと、だから子どもたちに助けられたなと思いました。そうなんですね。またこの日は各学年で道徳の授業が行われ、子どもたちは人への尊敬や感謝、友情や家族愛などについて考えを深めていました。授業を見守る保護者からは温かな眼差しが送られていますね。午後からは PTA 学年学級活動が行われました。ここでは科学実験や工作、ミニ運動会など親子が一緒になって楽しめる企画が催されました。こちらでは何を作ってるんですか？ペットボトルの、弓矢です。こういう学校でのお子さんとの行事とかにはよく参加されるんですか？そうですね、授業参観とか、まあ、行事はなるべく参加しようと思って、はい、してます。奥さんとやっぱこういうのを作ったりするのって楽しいですよね。そうですよね、楽しいですよね、はい、お父さんと一緒に作ったりするのってどうですか？楽しいですか？楽しい。楽しい。やっぱ自分で作るのとお父さんと一緒に作るのとは違う？違う。どっちがより楽しいですか？お父さんと一緒に作る。お父さん？ミニ運動会に親子で参加されてみていかがでしたか？日頃見れない頑張りが見れて楽しかったです。お母さんと一緒にミニ運動会参加してみてどうでしたか？ま、あの3位で町田児童楽しかったです。どういうきっかけでこういうことをやろうと思ったんですか？4年生の、学年学級活動というのがずっとあのミニ運動会で、決まってまして、子どもたちが楽しくできるようにっていうことを心がけて、やっていこうということで、はい、学
頑張ってます。はい、そうなんですね、はい、ありがとうございます、はい。教育ウィークということで、今日もたくさんの保護者の方々が学校に集まっていましたね。そうですね、毎年本当にこの学校はたくさんの保護者の方が来ていただいて、今日はもうほとんど、低学年ですともほぼ全ての子どもの親御さん来られてますね。中にはもうお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、もう一家揃って2人も3人も、来られてるところもありますね、はい。清明小学校ならではの取り組みとかはあるんですか？そうですね、うちは教育ウィーク入って、例えば木曜日はマラソン大会をやってまして、はい、まあ、春と秋とやってるんですけれども、それにもたくさんの保護者の方が応援に来てくださいまして、うん、それは何人ぐらい集まったんですか？うち、子ども500人ほどなんですが、はい、保護者の方延べ200人は、はい、平日にもかかわらず応援に来られて。平日でそんなに集まるってすごいですよね、はい、やっぱり皆さん関心が高いんですか？そうですね、で一生懸命応援してくださって、子どもたちもそれに応えて、その子どもたちが頑張る姿を見せられるなということで、いいなと思ってます、はい。清明小学校では親子の心が通い合う場が設けられていました。一方こちら国見小中学校では、児童や生徒が地域のまちづくりに参加する取り組みが行われています。10月26日国見小学校で児童と生徒が大人たちと一緒にまちづくりについて語り合うまちづくり交換会が行われました。地区でまちづくり活動をしている方やまちづくりに関心のある方々が大勢参加しました。今回は特にどういったテーマで開催されているんですか？はい、今一応今国見小中学校の生徒たちが取り組んでいる授業の中で、国見笑顔まちづくりというような学習をしています。その中で我々がやっぱり笑顔のまちづくりを一つ生徒の目線になって考えることで今日を開始いたしました。そうなんですね、はい、楽しみです。それでは交換会の様子をご覧いただきましょう。私たちはこの国見が大好きです。交換会では初めに国見小学校の児童が来年の国見フェアでやってみたい企画を思い思いに発表しました。私たち一班は目の前に海、後ろには山という素晴らしい自然の中で生活しています。そこで海、山に落ちているものを使って工作ができたらいいなと思いました。写真立て、鉛筆立て、小物入れ、ストラップ、続けて国見中学校の生徒が総合的な学習の時間で取り組んできたまちづくりに関する活動を発表。災害に強いまちを作るための提案や国見のイメージアップを目的としたもの、また福祉や環境について考えた取り組みなど4つのテーマについて発表がありました。活動内容は琴の演奏やゲーム、国見音頭、最後に平和の鐘を合唱して終わりました。僕たちのグループの、テーマは国見への集客大作戦、新しい観光スポットの提案です。今国見の海岸線にはベンチなどの休憩スポットはありません。そこで夕日を見るためのベンチを設置することで、国見まで夕日を見に来てくれる観光客を増やしたいと思いました。私たちが座っているこのようなベンチを作りました。ベストカップルフォトコンテストとは、私たちが作ったベンチを使って写真を撮ってもらい、地域の人に審査してもらう行事です。国見地区にはここが国見だと分かる看板がありません。そこで私たちは国見へようこその看板を作って設置することにしました。はじめは LED などで文字を光らせる予定でしたが、予算的に厳しく実現できませんでした。そこで蓄光ペンキで色を塗ることによって夜も見えるようにしました。そのために私たちは国見のゆるキャラこと
国キャラを作ったりポスターを作ったりして国見をアピールすることにしました。偉大なる先輩方で作られた丹之助君は国見の海をアピールするのにぴったりでした。しかし一人だとなんだか物足りない気がしましたので、波之助君のガールフレンド波の花子ちゃんを作りました。波の花から生まれた花子です。よろしくね。実際に外を歩いて写真を撮ったり、シルバー喫茶を訪問した時の様子を写した写真を使ったりしました。これを福井の街中に貼ってもらって国見をアピールしようと思います。波之助君、花子ちゃん、はい、アピール頑張りましょう。あー、私たちは国見地区を災害に強い街にするために次の提案をしたいと思います。東日本大震災の時に訓練をしていた地区は死亡率が低かったけれど、そうでない地区は高かったというデータがあります。2、グループ避難を徹底して行おう。避難するときには近所の人たちと声を掛け合って協力し避難しましょう。備えあれば憂いなし。非常持ち出し袋を準備しておきましょう。4、川のパネルを設置します。私たちは国民の人たちや観光客の防災の意識を高め、万が一の事態に素早く行動できるようこの看板を作っています。この看板はこのように顔をはめて記念撮影ができるようになっています。私たち中学生は国見の人たちとの関わりを大切にし、地域と助け合って暮らせる街づくりを目指します。これで私たちみんなの安全守り隊の発表を終わります。で、続けて行われたのはワークショップ。交換会に参加した大人たちも一緒になって国見の街づくりについて語り合う時間です。ちょっと辛いかもしれない。綺麗で、いいところなんですけど、休憩スポットが結構崩れたりしてて危ないから。交換会では先ほど生徒たちが発表した4つのテーマに基づき話し合いが行われています。各グループでアイデアを出し合い、国見をもっと素敵にする未来予想図、そして実現するためのプランを作っているようです。皆さん真剣に国見の未来について話し合っているようです。早速ちょっと様子を見てみましょう。すいません、こちらではどんなテーマについて話し合ってるんですか？防災のテーマについて話し合ってます。そのテーマに対して今までどんな活動をしてきたんですか？防災訓練の参加率を上げるためにはどうすればいいかと考えてチラシ配りをしたり、そういう活動をしてきたりしました。その結果どういうふうにつながってきましたか？前回の参加率は 50% だったんですけど、少ないけれども今回は 54% と 4% 増やすことができました。今回どうしてこの交換会に参加されたんですか？自分は自治会連合 の防災の担当というか、で防災マニュアルを作っている関係で参りました。実際参加されてみていかがでしたか？中学生が大人以上に深く防災に真剣に考えている点は非常に感心しましたね、はい。こちらではどういったテーマを話し合っているんですか？やっぱり国見はそう知名度とかが結構低いので、そういう知名度アップのためのそういうレジャー施設とかこうベンチの設置とかそういうことを話し合っています。今回大人の方と話し合ってみてはどうですか？そうですね、やっぱり子どもたちだけでは出てこない案とかが出てきてすごく緊張もするんですけど、やっぱりこう分かることがたくさんあって勉強になります、はい。実際子どもたちの発表やお話し合いをしてみてどうですか？日進地区はですね、こういう中学生小学生とこういう地区を盛り上げるための街づくりを一緒に考えたということは
まだ企画しておりません。で、国見で初めてこう聞いてですね、まあ、子どもたちが本当にそういうふうに真剣にですね、地区をどうするかというのを考えておられるというのを感心いたしました、はい、今回の交換会に本当にたくさんの大人の方が参加してくださいましたね。100人近く集まっていただけたということで大変嬉しく思っております。子どもたちが日頃考えていることを学校では発表する機会ってたくさんあるんですけれども、地域の人に聞いてもらうっていう機会ってなかなかありません。特に今回は町づくりということで、子どもたちがこの国見をさらに良くしたいという提案を少しすることができました。帰ってからきっとおじいちゃんおばあちゃんから今日の発表良かったよとか、やってみたらどうっていう話が出るんかなということを期待しています。最後にテーマごとに分かれて発表会が行われ、各グループがまとめた具体的な実行プランを発表しました。こう誰がいないかっていうのをこうしっかり覚えることができれば、若い人たちの意識によって実行を増やさないといけないと思います。国見地区には空き家が多いので、その空き家をいろいろな方法で活用して国見地区の街づくりにつながるかと思います。交換会を終えての感想を教えてください、はい、そうですね、まあ、始めるときはどうなることかとヒヤヒヤしてたんですけども、やっぱり初めの子どもたちの報告の熱意がきっちり伝わって、大人も最後のワークショップの時に本気でこう子どもの意見を受け止めて考えてくれたっていうのがあったので、まあ、子どもの企画にちゃんと知恵がもうできそうな知恵がどんどん重なっていってですね、これで一つこう国見だけじゃなくてですね、福井のまちづくりのチームがこういう形でどんどんできていくんじゃないかなっていう、こう期待をですね、私抱くことができました。交換会での子どもたちの様子をご覧になっていかがでしたか。そうですね、子どもたちがもうすでに来年の生き生き国見フェアの来てみて国見フェアとかいろいろなことをもう考えて、もうすでにこれを出そうとかいろいろと実行しているようなことがひしひしと渡りましたので、また一日も早く実現できるような対策を我々連合会と協議しながら取り組みたいと思います。もう我々以上にこの地区を考えている生徒さんばっかしですので頑張りたいと思います。10月下旬から始まっている教育ウィーク、これから開催期間を迎える小中学校も数多く残っています。期間中は各学校のさまざまな取り組みや授業を公開しています。どなたでも自由に見学することができますので、ぜひ地域の学校にお出かけください。期間や内容など詳しくは各小中学校、もしくは学校教育課までお問い合わせください。今回のいきいき情報福井は各小中学校で開催されている教育ウィークの様子をご紹介しました。これからも地域の未来を担う子どもたちを大人たちみんなで応援していきたいですね。